こんにちは、りんちゃんパパの究極グルメです。今日はですね、こちらおでん、冬の定番ですね、おでん。おでんなんですけど、おでんはね、各家でね、作り方がもう結構定番で決まっちゃってると思うんですけども、おでんを作った後とかって、今日はね、余り物でやりませんが、撮影のため作った後って必ずと言っていいほど次の日に残ったりしますよね。量が多くなったりして、そういう時に何をしたらいいかっていうか、残り物でアレンジレシピというかご紹介させていただきたいと思います。今日はですね、おでんラーメン、この北海道の生ラーメン、これはスープがついてないタイプなんですが、これでおでんのラーメンを作ってください。なんでこれがいいかというと、もうおでんっていうのめちゃくちゃ出汁の集合体なんですよね。今日はウインナーも入ってますし、はんぺんとか、魚のすり身、ガンモとか、例えばちくわとか、こういうものも入ってますよね。なのでめちゃくちゃ出汁が効いている。なのでこれをスープにしてラーメンにしたらめちゃくちゃ美味しいかなと思って、これをね、実際余ったら試していただきたいなと思います。で、まあ、おでんは何でもいいです。本当に具はですね、まあ、さつま揚げとかちくわぶとかもありますよね、卵とか。これをラーメンスープにして、もうそのままラーメンを湯がいて入れるだけ。しましたら麺の方を茹でていきたいと思います。で、一つだけちょっとポイントがあってですね、おでんラーメンを作るときに、このおでんのね、スープだけではなくて、ちょっと一工夫していきたいと思います。ここにですね、丼用意しました。ここに1人前で小さじ1ですね、風味付けにごま油少し垂らして、で、味が薄いようでしたら塩とかで調理していきます。胡椒ですね、少しだけ。ここに、おでんのスープ入れていきたいと思います。はい、そうしましたら麺の方が茹で上がりましたので、ここにラーメン入れていきたいと思います。お好きな具を次々と乗っけていきたいと思います。で、ウインナー、なんか変なウインナー。はい、これで、おでんラーメンの完成です。実食したいと思います。おでんラーメン完成です。もう見た目はね、ただのおでん。食べる人、はーい、食べんの。これね、言っとくけどね、おでんラーメンってさ、ただおでん入れただけじゃないからね、パパ、りんちゃんパパは、うん、一工夫してるからね、もちろん。そのただのおでんにおでんを入れるっていうよりは、ラーメンとして成立するように。じゃあ、どこ差し裏、ここに入れていただきます。大根を小さくして入れてみる。まずはスープ。おいしい。ほらね、ラーメンだでしょ。うん、これおいしい。大根、これ見て、目つぶってこれ飲んだら大根の染み方、ラーメン。うん、からしも合う。うん、めちゃくちゃうまい。なんかたまに食べたくなるけどさ、なくてもいいもんじゃん、おでんって正直。うん、ねえ、なんかコンビニとかでさ、何年に一遍かなんか、パパ一人で時なんて作ったことないもん、自分の。はい、それではちょっと今日は奇抜なおでんラーメンご紹介させていただきました。ちょっと本当奇抜に見えるかもしれないんですけど、味はめちゃくちゃ美味しいです。ご家庭のおでん余った時に、先ほど言った調味料を入れてぜひ作ってみてください。参考になった方いましたら、いいねボタン、チャンネル登録、メンバーシップで応援の方よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。